ロバート・カミングス・メディアを再生する予告編、闘争迷路はアルフレッド・ヒッチコック監督による1942年のアメリカ映画。自由の女神像での場面がクライマックス。カリフォルニア州グレンデールの航空機製造会社で働くバリー・ケインは軍事工場への破壊工作の濡れ衣を着せられる。親友のメイソンに渡した消火器にガソリンが詰めてあり。 被害が拡大したとして、事件の容疑者に仕立てられる。手がかりはバリーに消火器を渡した男フライだったが、従業員ではなかった。バリーは、事件の前に、フライが落とした封筒にあった、住所、ディープスプリングス牧場に向かう。だが、大牧場主のトビンは、フライという男など知らない、と言い放つ。トビンの孫が、テーブルにあった手紙を無邪気にバリーに渡す。 フライからの電報で、ソーダシティに向かうと書いてあった。しかし、トビンの電話で駆けつけた警察にバリーは逮捕される。護送中、隙をついてバリーは、橋から飛び降りて逃げる。人目のつかない小屋に避難し、盲目の新種ミラーに助けられる。広告の看板娘にもなっている、名のパッドは、市民の義務だからと当局に引き渡そうとするが、 無実を主張するバリーに心動かされ犯人探しを手伝うことにサーカスの一団にかくまわれたり操作網をくぐり抜けたりするうちに二人は愛し合うようになるソーダシティで二人は廃墟の中にナッチの破壊工作員たちの連絡場所を見つける工作員に接触し自分もメンバーのふりをしてニューヨークに立つニューヨークで バリーはパーティーが開催中の豪華マンションに連れて行かれる。そこには逃れたはずのパッドが警察に事実を話そうとしたとして捉えられていた。バリーはパーティーの客たちに主催者がナチの工作員であることを告げようとするが失敗。地下に監禁される。スプリンクラーを作動させ消防隊を呼び騒ぎに乗じてマンションを逃げ出す。 新聞で、ブルックリンのキアニーイヤードで、浸水式があることを知ったバリーは工作員の一人が、何度も、キアニーという言葉を口にしていたことを思い出す。彼らの目的は、戦艦アラスカ号爆破だったのだ。造船所に急行したバリーはついに、フライトもみ合う。ロックフェラーセンターから自由の女神像へと逃げ、パッドが追いかける。そこへ、バリーや警官たちが船で追いかけてくる。 フライは窓から外に逃げ、バリーが追いかけるが、足を滑らせたフライを助けようとする。しかし、袖が徐々に破れてきてフライは落下して死ぬ。現代、サバトルとよく似たタイトルで、同じヒッチコック作品である1936年のイギリス映画、サボタージュと間違われることがあるが、破壊活動者の意味で完全な別作品である。 本作のクライマックスシーンは、このアングルを、どのように撮影したのかと話題を呼ぶ撮影方法だった。当初ヒッチコックは、ヒロインにマーガレット・サラバンか、バーバラ・スタンウィックの起用を希望していたが、結局プリシュラ・レインが演じることになった。ありがとうございます。